暴れ祭り、または、牛室の霧子祭りは、石川県放水郡の都庁牛室で、毎年7月第1金曜日及び土曜日に行われる霧子祭りである。以前は7月7日、7月8日に行われていた。なお1989年10月23日に、県の無形民族文化財に指定されている。暴れ祭りが正式名称。送りが名は、必要ない。 宇室の八坂神社の祭礼に、酒水神社、白山神社の宮司が奉仕する祭礼で、装飾性こそ少ないが、構造的には最も複雑な形状をしているキリコと、その激しい動き、そして神輿しの暴れの優壮さが特徴である。宇室湾を挟んで、向き合うように立つ酒水神社、白山神社のそれぞれのうじ子が担ぐ八坂神社の、 おみこしとうしの各町内で管理運営される40本以上のキリコが町内を練り歩く。1997年12月4日、国の記録作成等の措置を講ずべき無形の民族、文化財に選ばれた、野党のキリコ祭りの一つに含まれる。また2015年4月24日には、明かり舞う半島のと熱狂のキリコ祭りの中の一つとして、日本遺産に認定された。 2020年は、新型コロナウイルスの影響で記録が残る限り、初めて三越巡行とキリコの運行は中止となった。しかし、ご神事としての霊祭は7月5日に、八坂神社で執り行われ、同時に新型コロナウイルス感染防止と、邪悪な薬病神から守るため鎮液祭も合わせて、再行した。鎮益祭の実施は、宮司棚木家の文書によると八百六十年に、 これらの収束を願って取り行われたとの記録があり160年ぶりの採用となる。賃益祭で寄祷された5冊は牛津地区全宇事故に配布され、コンセールの都内の旅スタでも限定500枚が販布された。ありがとうございます。